絵物語話芸第4話火炎太鼓。いらないものありませんか？使い古した鍋釜や仏像、道具の類、何でも買い取りますよ。あるよ、持ってって。何でございましょう？これだよ。よせよ。それは使い古しの亭主だよ、買い取ってくれ。生きてる動物っていうか人間の類はどうも引き取りできかねます。そうなの？何でも買い取るってからさ。バカだなおめえは。人間買い取れるわけねえだろ。考えりゃわかるだろうが。そっか、男はダメだね。吉原へ持ってっても一文にもならないからね。ろくでもない代物だよ、まったく。では私はこれで。いらないものありませんか？おや、火炎太鼓じゃないか。お、元気だったかい？高尾の姉さん、元気でしたよ。そこらで団子でもどうだい？行きやしょう、行きやしょう。時は大正4年。妖怪急便によって東京のあちこちに火付けの被害。事態を重く見た貴族院が京都から頼神目付け村尾正親を呼び出し急備退治を命じたところから物語が始まりました。ということで、高尾の誘いで茶店に腰を下ろしたのは土地の頃は15、6のまだ青2歳古道具屋の若主人火炎太鼓でございます。真っ赤な衣装に身を包み、猫耳のパーカーをかぶり、赤い大八車を引きながらニコニコしております。この一風変わった男火炎太鼓、これも頼神の一人でございます。羽二重団子めっちゃうまい。この食感、飲み込むのもったいないよ。そんでコシアンはコシアンでいい仕事してますよ。はぁ、ってため息出ちゃいますね。はっ、うめえなうめえな。もう一皿食べる？食べる食べる食べる。お団子おかわりお願いします。あん団子と焼き団子を2本ずつ。はい。焼き団子ですか。で、姉さんはどうして日暮里界隈に？そこの天王寺さんは私の菩提寺なの。今日は月命日だからさ。あんた住まいはこの辺りだっけ？へえ、谷中です。あんたさ、最近頼神の仕事やってないでしょ。そうですね。やってませんね。私ら頼神は頼神目付村尾様の支配下にあるんだよ。この世に実体としていられるからには頼神目付様からのご命令に従わなくちゃいけないんだ。すみません、どうにも商売が忙しくて日が落ちると眠たくなっちまって。そんで夜回りとかできませんでした。はい、お団子です。ありがとう。液体とは思ってます。食べるか喋るかどっちかにしなさい。やりたいとは思ってます。じゃあおやりなさい、それがお役目なんだから。聞いていいですか？なんだい？頼神ってのは本から抜け出してこのように実体化するんでしょ？そうだよ。でもね、私元の本ではジンベエっておっさんです。それが実体化したらこんな若そうなんですよ。これはどういった塩梅なんでしょう？本当だね。私は元本のままだけど、でも本当は亭主持ち。その亭主は実体化してないからやもめなんだかどうなんだかこの世ではわからないんだよね。頼神として実体化ってやつは大根なんですね。あんた面白いとこに気づいたね。大混乱、まさに火炎太鼓の言う通りかもしれません。高尾は思います。火炎太鼓っていうのはバカなのか利口なのか、不思議な魅力を感じたのでございます。火炎太鼓に頼神としての夜回りをしなよと念を押した高尾、根から上野公園を突っ切りお茶の水を通り大手町日比谷を抜けて増上寺に入りまして、頼神目付村尾正親の前へ。
火炎太鼓に会いました。どうどした？変な子でした。そうどすか。けったいな子どしたか。村尾様は火炎太鼓をご存知なんですか？あれはいつでっしゃろう。そうや、京都から東京に移って住む東京の頼神調べが終わってどうやってつこうか考えてた時のこと。頼神目付は京都御所内書院所に設けられた役職でございます。村尾の家は代々書院所預かりの役職に就く下級貴族でありました。昨年急に政府から東京へ移れとの命が下ります。村尾正親にとって青天の霹靂。京都でのんびり暮らしていた正親、わい雑でせわしい東京になかなか馴染めませんでした。その頃のこと、昼下がり正親は初めて東京の蕎麦屋に入ります。いらっしゃい、空いてるお席にどうぞ。さて、東京はやっぱり蕎麦でっしゃろな。ご注文は？あんかけそばいうんを送れやす。え？あんかけそばを。えい、あんかけそばでいっちゃおう。この時村尾、そばを初めて食べることになります。この頃そばは関東以北の食べ物。京都人の村尾は口にしたことはありませんでした。せっかく東京に来たのだから郷にいれば郷に従えとそばを注文したのが間違い。ぐっげっぺっ、なんやこれ、しょっからい、あーい、しょっからい、おぼおぼ、味ない食い物どすな。エロしょっからい、そばの味なんかえしやしまへん。これは食べ物やおへん。東京というところ、まだまだ江戸から続いた自分たちのルールや慣習を堅くなに信じて生活しておりました。そばを味ない食い物と言われて黙っているようなお人よしはおりません。味ないとはすなわち京都弁でまずいということでございます。なんだと抜かし合ったな。どこのおたんこなすで味のねえ食いもんだと言いやがったのは、あ、てめえか。なあ、じゃあ何かい、ここいる全員がその味のねえ食いもんってのうまいうまいと食ってるってのかよ。なあ、どうなんだ、返答次第じゃてめえ大川に沈むことになるぞ。村尾を職人や船頭などが囲んで、表に出ろこの野郎などと口々、そこへ助け舟を出したのがあの火炎太鼓でございます。皆さん、その方はどうも京都の方だと思います。だからどうしたってんだ。えい、ですから京都の方はうどんをお湯みたいな汁で食べているそうですから、この味には馴染めないと思います。それにその方はきっと初めて東京のそばを食べたんだと思います。初めてのそばがあんかけそばってのは冒険のしすぎですよね。なるほど、そういうことならな、しょうがねえかな。東四郎なら東四郎らしく、まずはとろろそばかおかめそばでも食べな。しょっぱかったらそこのそば湯を足して薄めりゃいい。うどんを食うなら鍋焼きうどんにしな。わかったか？はい、わかりました。この時村尾は火炎太鼓が頼神だとわかったのです。頼神を見分ける力が村尾家には代々備わっていたのでございます。この時以来村尾はそばをやめて鍋焼きうどんだけを食べるようになりました。時は戻って、火炎太鼓はと申しますと、高尾に言われて少しは頼神の働きもしなければと思い、仕事を早めに切り上げて見回りに出ます。根津から二重橋の近くにやってまいりました。こっちの方はわちゃわちゃしてるな。道路も広いね。どけどけどけ、邪魔だ邪魔だ。おっと、危ないよ。はあ、引かれるとこだった。まったくひどいね。
だんだんのんびりした東京が消えてゆくね。おお、火炎太鼓じゃねえか。え、お、伝達さんだ。お久しぶりです。なんでしけた面しやがって。どうせいいもん食ってねえだろ。そこらで牛鍋でもどうだい。えい、ゴチになりたいです。切って切って新橋を。新橋は当時大層ハイカラな場所だったのでございます。ちなみに牛鍋屋は慶応3年千葉にできた中川が第1号で、それが明治の終わりには東京に600軒以上の牛鍋屋が立ち並んだと申します。この頃の牛鍋は薄い牛肉を鉄板で焼いて手元の漬け汁に浸して食したようです。まだ関西のすき焼きが東京には出現しておりません。大正4年。さて、火炎太鼓を誘い牛鍋屋に腰を落ち着けた伝達。あ、こらこら、肉を焼いたら次は野菜、交互に食べる。へえ、初めて食べるから。こいつはうまいもんですね。お前、なんで寄り紙の役目をサボってるんだ。それ、ちょっと前に高尾姉さんにも言われた。忙しくて貧乏暇なしって。嘘つけ。お前、お役目が嫌なんだろ。え、図星だな。どうしてだ、訳を言ってみろ。俺は口は固いぞ。じゃあ伺いますが、伝達さんはどうして戦うんです。それはお役目だから。お役目ならうんこ食べろと言われたら食べます。バカ野郎、飯食ってる時に下の話をするな。なんで戦わなくちゃいけないかってことですよ。それが分からなくて、よりがみ目付の操り人形は嫌ですよ。そういうことか。いいか、俺はな、仲間を守りたいんだ。お役目で戦うとき、戦いの上手いやつ、下手なやつがいる。そいつを全部俺が引き受けて、仲間の分まで働いてやる。えれえな。そうか、そういう意味があったのか、伝達さんには。すげえ人だな。誰にも言うなよ、このことは。ほら、肉焼けたよ、食え。伝達の心根を聞いた火炎太鼓、その夜から毎日夜回りを続けます。それから数日経った春日への夜。近い、火の手は小石川、東京帝大の植物園のあたり。火炎太鼓、手にしたスケートボードに飛び乗り、シャーと走ります。東京帝大植物園というのは今の小石川植物園でございます。いた、あれがキュービか。こら、やめろ。火炎太鼓はキュービの前にズイッと出ます。その瞬間、キュービが口から火炎を放った。しかし、火炎を浴びた火炎太鼓にやりと微笑んでいる。そんなもんか、お前の力は。さあ、ここからがこのお話ますます面白くなってくるところではございますが、キュービと火炎太鼓の凄まじい戦いとなるわけですが、残念ながらお時間となりました。続きは次回。では、これをもって本日の読み終わりでございます。作、広い王子。恋の出演、伝達、小南浩二、村尾正親、三木真一郎、火炎太鼓、土屋新馬、高尾、角友美瀬奈、他、中村香織、手塚博道、川美里香、三輪夏樹、安西龍太、佐原誠、そして語りは神田松丸でお送りいたしました。